耳から学ぶ鶴光一さんのメッセージ24、豊かさの本質。危機物語。あなたは幸せになるには何か必要なものがあると考えてはいらっしゃいませんか？子供の寝顔を見た時とか、優しい彼に抱かれた時とか、輝く夕日に接した時とか、人が幸せを感じるきっかけは実に様々あるようです。人は誰でもそういう外的な刺激をきっかけとして喜びを感じます。しかし人が幸せを感じるのに必ずしも外部からの刺激を必要としているわけではありません。喜びはあなたが感じることを選択したとき、あなたに訪れます。あなたが感じようと決めたときに喜びはやってきます。そのことにどんな外的要因も必要ではありません。幸せを感じたい理由はあなたがそう感じたいからに他なりません。他にどんな理由も必要ではありません。あなたはどこにいても誰といても、どんな外的現実の中に生きていても、自分の内側深くに降りて行き、私は幸せだと思った時、あなたに幸せ感が訪れます。人はこのことを実感体験した時、もう他人を自分の望みのために制御しようとしなくなります。他人の言動から自由になります。他人を気にしなくなり、他人の感情から自由になります。他人をあるがままにそのまま受け入れられるようになります。永遠の至福の瞬間を垣間見ます。あなたはどんな状況にあっても自分の感じたいように感じることができるのだという事実を決して忘れないでください。これを疑わず、どの瞬間にもこのことを思い出してほしいのです。今現にあなたが苦しみの最中にあるとしたら、それは今あなたの三次元人生ゲームの渦の真ん中に意識が拘束されている状態に過ぎないことを思い出し、目を閉じゆったりとした深呼吸をして、あなたの深い大いなる意識の中へ降りて行き、豊かな変わることのない観察者としての自分の本質に立ち返ってください。あなたの幸せは外界に現れたその形で決まるわけではありません。三次元世界に現れているのはただの結果に過ぎません。あなたが生み出した形は必ず崩れ去るものです。そんな幻影にあなたの夢を託してはなりません。平和は反戦運動という闘争から生まれることはありません。環境汚染はその汚染原因を批判したところで浄化されるわけではありません。争いは欠乏感から起こり、欠乏を信じている人が自然から多くのものを奪おうとします。自分が豊かであることを信じられる人は人をいたわり貢献しようとします。そして他人に何かを期待せず、自らが生み出せる創造をこそ楽しみます。自分は豊かであるという思いが原因となり、豊かなエネルギーを生み出し、資源の枯渇を抑え、地球環境を回復し、人々の争いをなくします。真の豊かさは我々人間一人一人の思いによってのみ決まります。自分は円満で欠落したところのないまん丸な豊かな存在であることを信じることで、全ての物質的欠乏が解決されることを認識しましょう。これさえあれば幸せになれるのにと考えている人は、その意識下にこれがない限り幸せにはなれないという思いを抱いています。そしてその思いこそが幸せになれない現実を自らに引き寄せます。あなたに豊かさをもたらす唯一で最大の要因は、あなたの欠落感のない豊かな心だけです。豊かになるとは実はこんなに単純で簡単なことなのです。ただそのことを信じようとしない多くの人たちがいることも知っています。努力もしないでそんな簡単に豊かになれるはずがないというあなたの DNA に染み込んだ古い強力な先入観念がそうさせていることを知っています。でも私は断言します。豊かさとはあなたの選択によるものであることを。あなたの周りには豊かさと貧しさの二通りしかありません。そしてあなたが豊かであるかそうでないかはあなたの選択によってのみ決まるのだということを信じてみていただきたいのです。もし今あなたが心豊かでなかったとしたら、
それはあなた自身の深い意味での選択であったことを認め、これからはただ自分自身に自分が豊かに生きることを許し、自分はもともと豊かさそのものであったことを受け入れればよいのです。あなたの豊かさはあなたの望むところを通じて表現されます。幸せになるのに理由をつける必要はありません。幸せを感じるのに計画を立てる必要もありません。必要なことは、あなたが感じられる最高の喜びを感じることを自分に許し、最高の幸せ感の中で人生を送りたいということを選択し続けることです。人は、ユートピアと聞いて胸が躍ります。理想という言葉を聞いて血がたぎります。そして、人は、この理想を求め、恋願い、それを実現させようとして戦い続けてきました。理想は、ユートピアは、その形にあるわけではありません。社会主義国家であるとか、自由主義国家であるとか、形はどちらでも構いません。現実の形には意味がありません。我々一人一人が理想そのものとして生きるときに、理想社会が実現されます。人を愛し、自然を愛し、愛そのものとして生きていく過程に、あなたの周りに現れる現象が理想社会です。ところが、理想的な形を求め出したとき、人は自分の理想感となじまないものの排除に意識が向かい、ここから葛藤が起こり、その緊張が理想を遠ざけます。三次元世界のパラドックスです。あなたの理想を外部に求めてはなりません。理想を他人に使ってはなりません。地球の環境浄化はあなたの心を完全浄化したときに起こり、世界平和はあなたの心の中に平和が達成された時にのみ完成されることとなるでしょう。自分一人で世界平和なんか達成できないという誤解をもう捨て去る時です。世界平和は、地球浄化は、あなたたった一人の意識の変容によってのみ完成されます。それを他の誰かに求め始めた時、闘争が始まります。人々の心が無心になった時、その象徴として人類は超伝導フリーエネルギーを手にすることができると伝えられました。真の豊かさはもうすぐそこです。それを手にする主役は他の誰でもありません。今これを読んでいるあなた自身です。